お疲れちゃんです、ラットです。だけど今回もクラッシュロールやっていくんですけど、今日はですねこちらペッカラムデッキやっていきたいなと思います。これね、バランス調整入る前からもともと強かったペッカラムで、バランス調整あった後も、何もねいじられてなくそのまま強いというわけで、今もめっちゃ疲れてます。で、ゴブドリですね、ゴブドリが強化されてても強かったですし、ゴブドリがね、下方修正来たんですよ、緊急ね。下方修正された後も強いですっていう、環境に全然左右されない、もう超安定のね、多分、来シーズンも再来シーズンも強いんじゃないかなというペッカラムデッキね、やっていきます。で、U の型が流行ってたんですけど、トリトン型が今なんかめちゃくちゃ勝率高くて、78% ぐらいの8割近くね、あって今一番勝率高かったので、ちょっとトリトン型でね、やってみたいなと思います。まあ、ダクプリがねゴブドリに対しては優秀ですよねっていうような感じかな。ダクプリ最近評価上がってて、ジャイとか、まあ、ゴーレとかにはもともと入ってますし、エレジャイとかにもね、まあ、入ってたり、結構いろんなデッキにね、ダクプリ入ってます。さあ、そんなこと言ってたら相手もダクプリ優秀ですね。ダクプリで、もし相手がエレジャイとかゴーレとかだったら、まあ、ペッカもあるんですけど、ユーノがトリトンになってるところでよりね防衛力が上がってるのかなと思います。さあ、ここには何かで対応してエレキ、いや、ミラー全然あるな、マジでありますね。まあ相手が有能型で僕がトリトンとか、まあそういうのも全然あるかなと思います。さあ、ラムいっちゃうか。うい、スパーキーだったな、マジか、びっくりした。で、エレキね咲いた後のこのスパーキーは僕はちょっと嫌ですね。まあトリトンで早めに引っこ抜けたら熱いですけど、ちょっとリスキーな部分もあるからちょっとむずいですよね。さあ、トリトン、ナイス、ザップが来るか、ナイス。これでもトリトンも引っ張ってくれるんだよな、絶対あっち側で引っ張ってもらいつつ、ミニペッカーね、こっちのペッカーで対応してあげていいですね。これ有能だったらね結構怖かったですから。さあ、ナイス、トリトンというわけで、ここはもうカウンターチャンスですね。相手が攻めてきた後なので、こんな感じでね両サイドちょっと行っちゃって、さあ、ペッカー抜きがないですよ相手は。やれ、マザネくん間に合ってくれ。ペッカ一発欲しいね。一発ナイス。そして、豚かける5、かける、逆サイもね、ダクプリとトリトンで大ダメージ繋がってますと。いうわけで、トリトンめちゃくちゃ活躍してます。攻めでも防衛でも。まあ、言うのだったら、まあ、間違いなく攻めでね、活躍してくれるんですよ。まあ、でも、トリトンだったら、攻めではね、活躍できる場合もあります。さっきみたいなエレキ引っ張りとか。あるんですけど、まあ、活躍しない時もね、多い。けど、防衛では超優秀ですね。なので、防衛を意識するならトリトンだし、攻めを意識するなら、あっちだしっていう、いうのか。そんな感じで、ちょっと使いやすい方をぜひ使ってみてください。さあ、ミニペッカ。エレキミニペのスパーキーなのか？なんか、エリババ型のスパーキーとかすごい流行ってましたけど、エリババがね、一応弱体化されたので、まあそういったところで、ちょっと形のね、変わったスパーキーが来たのかな。さあ、これトリトンとかで早めに引っ張って、全部豚にしてあげたいですね。逆サイこれ来んのかな。逆サイでも相手攻めることないですもんね、ぶっちゃけ。さあ、ペッカがね強いのでトリトンで引っ張ってもらって確実に耐えてもらいましょう。やべえ、危ねえ、今なんか踏めねえか思ったな。ナイス。エレキなんかスパーキーの目の前で踏もうと思って踏めなかった時に出した瞬間撃たれてね、あのさよならとかあるんでね。相手のスパーキー裏切りですね。ナイスナイス裏切り。相手からしたらマジで許せないですよけどね。ナイス。というわけで、まあ、防衛めっちゃ硬いです。超硬いで、個人的には結構使いやすいと思うんですよね。そう、めっちゃおすすめ、このペッカは。本当になんかマジでずっと使われてる。絶対今後も使われます。そして、うん、さあ来た。で、なんかラムライダーだから結構弱点っていう弱点が少ないんですよ。そのペッカデッキってやっぱ空がきついとかね、バルーンがきついとか、まあ、いろいろあると思うんですけど、ペッカプラスのラムなので空にも強いんですよね。まあラバルニーとか、まあ、バルーンとかには強いですね。ラバホリとかになってくるとちょっと厄介になってくるんですけども、やっぱラムライダーの分空には対応できて、あとはダクプリトリトンでペッカもいますので陸にも優秀とね。いうわけで、空にも陸にも本当に何にでも万能ペッカ君。おー、これはもしかしたら来たかもしれないですね。ミラー対決の可能性が。ダクプリマザネクって本当にさっきのね、スパーキー系がワンチャンかとかしかないと思ったんですけどさ、エレシア行きました。これ美味しくね美味しいっすよね、多分。
まあ、ペックいるし、トリトンいるんで、これはね、僕負けられないっすよね、さすがに。まあ、一つ、今、エレキ出してるから、インドラを落とされてしまうと、これがね、厄介ですよね、っていう。しかも、これは、オリナの、ん?ドリルか。さあ、ゴブドリー。いや、ペッカじゃなくて、インドラがマジで厄介だな。さあ、そして、キング起動、ナイス。あ、でもこれ、エレキで踏める。ナイス?いえいえいえ。これ、フルカウンターじゃないか、逆に。相手、ボンバーとかも今使ってるから。あ、これ、相手なんか今のよろしくは察してますよね。やべ!これもしかして、俺終わるやつやんけっていうような、察しが。これ、豚がちょっと得意を前に、スライディングラム。間に合え?いや、いい。タギガラムに行く。オッケー、一本っていく。やっぱトリトンあるのでかいっすね。最後のもちょっと怖かったですけどね。エレジャイ、やっぱタワーに届きそうだし。あー。で、パパね。相手は、施設ですね。多分、ゴブドリの枠が、じゃあ、ゴブ折りの枠が、ゴブドリになってましたね。なので、攻めで飛んできてましたけど、まあなんか、気づけば、ついでで、転がすだけで終わってましたね。たるだけで。なんか、ゴブドリね、強そう。エレジャイゴブドリって、まあ、誰もが強そうだなと思うんですけど、やっぱ、むずいですよね。エレジャイって普通にエレジャイプラスのこうユニットとかで、本当は十何コスとか使ってて、さらに攻めの4コスなんでね。ディガーを飛ばすのでもむずそうなのに、4コスのゴブドリ使うんでね。さっきみたいにこう、カウンターでね、ワンパンされちゃうとかもあるので、ちょっと難しそうだなっていうイメージありましたね。よし。よろしく。さあ、基本的にね、トリトン型はこれ結構珍しいんですよ。言うのがやっぱ対等多いから、さっきみたいな感じでね、相手がガンガン攻めてくれたらトリトンで美味しくキング起動とかもできるんで、ちょっとそういうところもね、狙っていきつつ、で、初手トリトンはマジでエレジャイがね、あるんで気をつけて、まあ、ケツラムでもワンチャンだけど、さあ、マーザネク来ましたね。いや、マーザネク強すぎるですね。本当に、ゴブドリと一緒に加工されればよかったんじゃないかなっていうぐらい。マジで、そんぐらい強いですね。いやー、ちょっとやだよね。檻ですね。檻まさにくっとなれば、エレじゃない?これもしかして。エレくん、いやでも、メモグ10だ。相手もびっくりしてんじゃん。なんで相手がびっくりするん?俺らもびっくりするやろ。エレジャイか?いやでも、マザネクメガゴのエレジャイとかもあるんですよ。エレジャイだな、これ絶対。え?エレジャイ、めっちゃ流行ってんな。エレジャイもね、修正で今回特に加工されるとかもなかったので、まあ間違いなく強いよなっていう。さあ、ボンバー咲いた。これ結構いい流れだけどな。ああ、ファイボとなるとちょっと話は違えな。ファイボじゃなかったらエレジャイ感すごいんだけどな。でも、ベビーメガゴオリボンバーっすよ。ロイか。ああ、ロイジャイかもしれないですね。この流れはもしかしたら。普通のランバーとかエリババとかの。ロイな気もしないことはないね。ベビーメガゴだったしね、多分。さあ、多分ロイですね。マラファイブって、ちょっと待ちますか。で、陸が意外とないよ、相手。さあ、メガゴボンバーで耐える。で、ここでロイがワンチャン。いや、メガゴ10なの。なんでなんでメガゴ10なんていう。しかもメガゴがってなんかレアじゃないですか。ウルトラレアのレベルがね、足りないとか、まあ、なんかそういう感じのことはわかるんですけど。なんでメガゴが10なんていう。ちょっと、引っかかっちまうな。さあ。で、僕は、檻がね、若干厄介ですよね、檻が。さあ、高めにね、ファイボでタワーと巻き込まれない位置に出しつつ、一回防衛から行くか。なんかベビーメガゴの空マウントが僕はちょっと嫌です。取るね?いや、待って、マジでわかんなくなってきたな。俺のさっきまでの推理が全然違うのか。ファイボも打ちたいけどな。ファイボも打ちたいけど、ファイブ打つか。俺がファイブねえと思ってんのかな、もしかしたら。このまま、まあまあは。さあ、耐えます。いや、これね、意外とダメージが取んないっすよね。その、檻とボンバーと、で、高回転のベビーとかメガゴがあるんで、意外と俺の攻撃が通んなくて、ちょっと嫌な流れがね、続いてる。あと、相手のデッキは分かんないのまだな。もしかしたらスケラとかもあんのかな。いや、スケラはねえか。で、ラムを檻がないタイミングでやっぱ飛ばしたいですけどね。そううまいことはいかんのんすよね。うわ、マジか。相手のメーカーの位置天才じゃね。なんまたな。敗北か。さあ。で、もう一枚。いや、ボンバー咲いた。
なかなか攻めが通らんですね。相手の攻めは通らんなんですけど、僕の攻めが通んないと最後の最後にロイジェイとか出されてね、持っていかれたりだとか、そういうのがちょっと怖いよね。うわーやべえな、このダメージですらいて。でちょっと攻めてファイブもちょっと構えたいけどな。さあトルネファイブとか使った、結構コスト使ったよこれは。結構あるね、これ。本当に U の追加とかできたらもっと熱かったんだけどね。 U のじゃないんだね。なんやこれこれ相手さ、僕の一つ出していいですか、推理。何か主軸とメガゴを間違えてて、もうこれでしか戦えない説ないですか。相手今この戦い方が限界みたいなないですか。でファイボ削りで僕はなんか負けそうになってるみたいな。いや結構あると思うんだよなこれなんか泥試合みたいなのしてるんですけど、いやマジでワンチャルか。遅延ロイジャイとか、ロイジャイでも出すよな、もうちょっとそろそろ出すよな。えマジでデッキ忘れたとかある、マジでワンチャルけどな。いやなんかやだなただ守られるだけで負けるっていう。いや30秒あるもんな、ワンチャルな。ラムで世界変えてえな。よしよしよし、ちょっと端前ペッカ行って、これ熱いね、これ熱いね。いやマジあの体育が強えんだよな。うわ違った、全然違った、なんかおるやんけ、ゴリゴリでエリジェおるやんけ、マジかよ。さあ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 、これ耐えるんですけど、僕の攻めが、え俺こんなんで負けんのこれなんか納得いかんな。もう負けたっすよね、だってこれ負けてますよねなんか納得いかないですね、負けちゃったな。ね、まあ高回転なのか、なんかよくわかんないですねこれなんかベビドラ2発ぐらい吹いてたのが疑惑でしたけどね。これ何がどうなってんだろうね。アイスイズ、いやもともと対空2体で、陸か、陸の枠が変わったのか。普段ダークプリンスとかボーラーの枠が、メガゴになって、メガゴになって、メガゴベビーマザネクの編成もちょっとレアなんですよね。普段対空がまあ2枚でマザネクインド映画も基本なんですよ。そこはちょっと空多かったのがね、気持ち厄介だったのか、まあ、ファイボが厄介だったのか、多分そんな感じですね。普段ライトニングなのがファイボなのによって、僕の後衛のね、エレキだったり、まあ、マザネクが結構対応されやすかったっていうので、より空マウント取られてっていうのでね、ロイジェイみたいな立ち回りですね。 KK とかそう、うまいロイジェイ使いが空をもう残してね、一生ベビーメカゴで戦うみたいな、すごい空のね戦い方がうまかったっすね。なんか負けた気はしないんですけどね気づけば5分なんか泥試合してましたね。さあというわけで、ちょっとファイボが厄介でしたね。ファイボが大事なね、空の2枚のうちの1枚が絶対ファイボでやられちゃうのが、そうちょっと嫌でしたが、積極的にもっと攻めた方がいい場面もねあったかもしれないです。さあコウモリ、お一発入るんじゃない、ナイス。いやこのダメージでなんなら勝った。さあゴレ来ました、とりあえず困ったからゴレですね。でまあコウモリ、ゴレ皆さん間違いなくやつです、やつが来ました。ゴレクロンパーティー、よし、頑張って耐えたいと思うんですけど、耐えれないこともすごいあります。本当になんなら耐えれないです。いやこれであってもうクローンされるだけですもん、僕えぐいて、マジでえぐいて、マジで。いやクローン全然怖いやんけ、クローン、いやクローンかい。でペッカはもう生贄、ペッカはしょうがない、豚になって、いや豚になって、オッケーオッケー、このね、豚にしながら耐えます、ってか豚にしないと耐えれないんですよね。いややべえな、ランバーダクネであれだけでおられそうになるからねいやこれね、なんなら相性をちょっと疑惑っすよ、相性いいのか、ちょっと頑張りたいね。さすがにこれは勝ちたい、ペッカなんでね。さあマザネクとエレキの使い方が超大事ですね。ファイボタルババエレキズシャーンとかいろいろこう全部ハッピーセットできればいいんですけど、そううまくいかんすからね。うん、さあ暇だしラムでも行くか、まあペッカ出してもいい気もするんですけど。さあラブライダー来てるよ、ゴール出してるけど、まあスケルトン部隊低めか、まあ、ワンチャン無視出してきましたね。でトリトンでキングドームちょっと狙いたいんですけどね、僕は狙ってもいい気もするな、これぶっちゃけトリトンでキングドームちょっと狙いつつ、ペッカでね後ろもちょっと対応してほしいな。
よいしょ。で、マザネクマジ命っすね。マザネクマジ命。ヨエルキも頑張ってる。いや、豚にして、豚にして、豚にして。やばいやばい、また豚にして、豚にして、豚にしろ言ってんだろ。おいおい、豚にしろ。もっと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 、やばいやばい。もっと。ちょっと待って、一瞬、緊急ファイブ。オッケーオッケー。ゴレクロスピレが柔らめなので、耐えればこっちのもんなんですよ。耐えれるかっていう話なんですけどね。さあ、で、ここは一回耐えましょうか。いや、これ耐えれんのかマジで。ほんとに。気合でマジで耐えてくるよ。これちょっと早めに引っ張っちゃいてえな、逆サイに。オッケーオッケー。いや、ナイス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 。熱い熱い。逆行ったら熱っ。いや、これ完璧なトリトンっすね。だ、これで相手もびっくりですから。しかも豚がいっぱい出る。いや、豚がいいね。ナイスナイスナイス。いや、マジでトリトン、神っすね。トリトンいなきゃ負けますね、普通に。よい、しかもなんなら結構いい神ファイボで。あー、これはね、相手も守れませんよ、と。いうわけで、結構ギリですね。マジで。どっからどう見ても相性いいじゃないですか。だって、ペッカいて、マザネクいて、エレキいて、ファイボもあって、ね、絶対負けないじゃーんって見えて負けそうでしたね。トリトンじゃなかったら多分負けてましたね、僕。危ないですね。防衛ラムとかを使わないと、なんなら使ってもやっぱランバーベビーとかの硬い系がね、やっぱ厄介ですよね。あれがスケドラだったり、ホパとか、そういう、なんかね、スペルで溶けるユニットだったらいいんですけど、やっぱファイボとか打っても残るし、硬い系のね、ランバーベビーダクネとかがクローンされてしまうと、やっぱこっちもね、ペッカとはいえ、戦うのがちょっと苦しいよねっていうので、ゴレクロ強えなぁ。あんま、マジで、だから環境変わってないですね。ちなみにですけど、みんなゴブドリでね、一瞬こう、なんかザワザワしましたけど、ゴブドリね、解放されて、まあ戻ったら、前のエリババとか、エレジャイとか、ロイジャイ、ゴレ、ペッカ。前の環境にマジで戻っただけですね。本当に変わんないですよ。6ヶ月間同じ環境が続く奇跡がね、生まれるかもしれないですね、今回。さあ、マザネクです。ロイジャイ、エレジャイ、タルなので、まあ、ミラー的なのもありますね。ペッカっぽい顔はしてる。ペッカか、ペッカか。ワンチャンエレジャイもだけど、さ、ファイブ、ロイでもタルじゃないもんな。基本的にロイはウッドなので、ファイブマサネクタルは、それこそこれじゃんっていうね。マジで、それこそミラー対決説があるな。うわ、ミラーですね。マジで引いたっすね。いや、これラムでいいか。ラムで一応止めて、エレキ頑張ってくれる。ナイス。はいはいはい。お互いダメージ通りません。で、エレキか？これは多分エレキが。来んのかね。よしよし。さあ、ミラーですね。で、ユーのバーサスのトリトン。どっちがいいんだろうな、これ。絶妙だな。で、この今の200ぐらいの5のダメージすら痛い。本当に、なかなかダメージが通んなかった時に、この5のダメージで世界変わるんだよね。さあ、まずねく、こういう樽もね、逃したらダメっす。オッケー、ナイス。これどうしようかな。ミラー対決大変っすよね。さあ、ファイブ打ってくる。いや、結構エリアで取った気がするけどな。ここは一旦ね、トリトンで受けます。で、このトリトンを相手は絶対何かで対応してくるので、まあ、それをペッカで受けながらの、試合展開が理想かな。よし、こっからですね、ペッカエリキ作りながらの、相手がどうしてくんだろうね。これむずいよな。逆サイラムとか。でもダックプリエレキ、低めエレキが厄介なんですよね。でも僕はペッカの後ろにエレキそうつけたくて。よしよしよし。ペッカエレキは絶対なんですよ。このペッカ対決を勝たないといけないんでね。うん。ペッカ対決を勝たないといけないんですけど、相手ラムを防衛しないのか。ちょっと入ってる。ちょっと入ってるのでかいね。そうそうそう。これも両方守ろう。頑張って。あ、待って、エレキ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 。エレキ、エレキ、エレキ、エレキ。よしよし、竹変わる。で、ロムが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 。なんか、危ねえ試合してんな。そう、逆サイドも来そうだし、ちょっと流れは良くないですよね。エレキさえたら、でも基本的にやっぱラムが止まらないんですよ。うん、うん、うん。これ、プラスユーノとか来てもおかしくなそうだけどね。ファイボとか。うん。ファイボ来たね。ファイブ使ったのね、今君。ってことは、俺のこのマザネクパーティーが来る？マザネクパーティー来る。さあ、ラム？ナイス。エレキ。ユーノにも当たれ。あ、当たんねえのかよ。当たってくれや。さあ、ちょっとね、怖いですね、流れが。この流れちょっとね。うん。
いや、この追加言うの俺もしたいね。トリトンはトリトンで優秀なんですけど、攻めがちょっと欠けますね。5を使ったさ、ママからの、いや、これ一回ケツペッカして流れ掴みたいけどね。僕はケツペします。さあ、こっからです。世界変えます。ミラー対決はマジ負けられないっすよね、本当に。さあ、で低め、超低めペッカ来たな。いや、ペッカダックプリ厄介だな、あれ。からのさ、トリトンでちょっと引っ張るよ。引っ張りながらね、引っ張りながら、あるね。いや、マジであるね。さあ、ファイブ使ってくる。んー、トリトン、なんか遊んでんな。いや、言うのがやばい。言うのがマジでやばい。俺も言うの欲しい。やばいやばい、マジでやばい。いやー、これは、さては変わってます。皆さん、やめてくれ。いや、まだ耐えれそうなんだけどな。俺のダメージが入ってくんねえな。結構ヤンキーじゃないですか、今の攻め。皆さん、気づきました？思いません？これ結構ヤンキーやったんじゃないですか、相手。ファイボでもよかったけどな。え、マジである、マジである、マジである。え、あらあら、マジである、マジである。あれ、勝っちゃった。多分、え、勝ってねえ。いや、勝った。勝ったっすね。これ、相手の、多分最後の攻めファイボ的なね。勝ち確、ホレイファイボを、ちょっと相手かましてきたっすね、あれ、絶対。いやー、ミラー対決ちょっと難しいっすね。マジで。ミラー対決、勝ったことがないぐらい、超苦手なんですけど。まあ、ちょっとね、ミラー対決が起こるぐらい、めちゃくちゃね、流行ってる強いペッカデッキですので、ちょっと皆さんもね、マジで、本当に強いです。使った方がいいです。使ってみてください。というわけで、終わります。よければチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。では、お疲れさんでした。またね。